アレクセイ・エリセーヴィチクルチョーヌイフは20世紀初頭のロシア未来派を代表するロシア、ソ連の詩人、作家、出版社。ザーウミを試作行為に導入し、詩人が切り分けられた言葉、言いかけの言葉、それらの奇妙で巧妙な組み合わせを使用する権利を唱えた。シベリア出身の農家の父とポーランド人の母を持つ。 1906年、オデッサ美術学校卒業。1907年には、モスクワに出て、ジャーナリスト、芸術家、下作者として、文筆活動を開始した。1912年に、前映画家のオリガ・ロザノワと結婚。同年から、立体未来派の理論家活実作者の一人となり、未来派文集、裁判官の飼育場、社会の趣味への平手打ち、三人。 停止した月に参加。フレーブニコフと共にザーウミの実験を試み、一連の考慮的論文やラジカルな実験史が同時代に衝撃を与えた。芸術家は共通言語だけでなく、特定の意味を持たぬ個人的言語をも用いて表現を行ってよい。ザーウミは世界共通の死語をもたらすと宣言した。彼の死の一節。 ョイルブルシチルは無意味なザーウミシゴの代名詞となる。論文、言葉そのものの宣言においては、ユリは美しいが、しかしユリという語は手垢にまみれ、両辱されており、醜いのだ。それゆえ私はユリを、イエウイと名付ける、原初の純粋さが回復される、と主張した。作品では、地獄の戯れ、破裂が有名。また、彼は、最初の未来のオペラである、 太陽の制服の作者の一人となり、台本を担当した。これは、1913年12月3日に、サンクトペテルブルクのルナパルク劇場で初演された。全工場を、フレーブニコフが作成し、ミハイル・マチューシンが音楽を作曲し、カジミール・マレービチが、セットと衣装を作成した。第一次大戦と革命の時期を、トビリシで過ごし、イーゴリ・テレンチェフ、イリア・ズダネービチ、 ニコライ・チェルナフスキーと共にグループ41度を設立。首と理論的調査の執筆を続けた。1918年、オリガ・ロザノア死去。1920年には、バクウに居住した。1920年代に、モスクワ駅間。後還。後1923年に結成された、芸術作翼戦線に属し、陰文推理小説、盗賊、ワーニカと、 マニキュア娘僧にかジャズのリズムを取り入れた詩集、イロニアーなどを発表。エーニンについての一連の電気的小冊子の作者であり、同作はマヤコフスキー含む同時代人たちには基本的に否定的に受け取られた。それにもかかわらず、マヤコフスキーは未来主義者としてのクルチョーヌイフを高く評価しており、彼をこれから来る詩人の助けとなると評価した。 1930年のマヤコフスキーの死後、1930年代には形式主義者として批判され、さらに1941年に41度の同志、イーゴリ・テレンチェフが軽視した後は分断から消えた。後年は自身の時代の文学的及び芸術的遺産の収集家として知られた。 1950年代、クルチョーヌイフは、リアノゾボ派の詩人であるイーゴリホーリンとゲンリフ、サプギールや、より若い世代のウラジーミル・カザコフと、ゲンナジーアイギ、コンスタンチン・ケドロフに注目し、激励した。ありがとうございます。